こんにちは、吉田さん、そして動画をご覧の皆様、今回もね、手取り14万というテーマでお届けしたいんですけども、手取り14万の人の信用と挑戦っていうことになるかな。実はね、昨日ね、私が駐車場に、新しいセルシオを止めていたんですね。で、ちょっと保険、任意保険の方の契約が終わったんで、安心して乗れるなと思ったんで、おむつをね、買いに行こうとして車に乗って出かけて行ったんですよ。で、帰ってきて駐車場に入れて、いろいろともたもたしてたんですよね。おむつはすごいいっぱい買ってきたんで、こうやってあっちにもこっちも持ちながらこうやって歩こうとしてね、ドアをなんとかね、こう肘で閉めて、ウィーンと帰ろうとしたら、人がね、ちょっと小橋にパパパッと2人の方がやってきたんですよね。で、その2人の方は私が帰ってくるのを待っていたっていうんですよ。なんかどういうことなんだと思いながら、おむつをその場に置いてですね、どうされたんですかっていうふうに聞いたら、久保前会長ですかっていうことでね、私、前回町内会の会長をしてまして、今はちょっと相談役という形だったんですけども、久保前会長ですねって来てですね、でお話を町内の方がねしてくれたんですよ。これちょっと匿名で、何さん何さんっていうのはねちょっと言わないでおきますけども、この方がね40代の方2人だったんですよね。で、近所で昔から仲良く暮らしてらっしゃる、要するに私と同年代の、ちょっとね後輩になるのかなと思いますけどもね、同じ小学校行って同じ中学に行ってっていう経緯をたどった人で、で、まさにね就職したんだけども途中で会社を辞めるようなことになって、で、今40代なんだけども、アルバイトで生計を立っているんだというふうに言われてましたね。で、まさにね、手取りがね、14万ではないんですけども、14万前後でやってらっしゃるそうなんですよ。私と同じ年代が。それで、とてもじゃないけども、町内会活動なんてやっていけないと。で、仕事もいつもあるわけじゃないし、で、仕事があるときに町内会の役割とかになったら絶対できないし、で、町内会の活動をやっちゃうと、今度ね、時給が下がると。その日の日当が入らないわけですから。そういう形でね、ずっと思ってたんだけども、だから町内会活動も参加しなかったんだけども、久保会長が会長になった時に、今は時代が違うと。で、今派遣切りに遭ってる人もいるし、そんなに土日だけがねみんなで時間合わせれるような時代でもないし、第一町内会活動を義務化されるとその日に仕事ができなくなる、有給休暇がある人ばっかりじゃないんですよと。だからもうちょっと町内会活動考えて活動をねぐっと減らして、もう嫌がる人を無理やりね順番だからって入れるんじゃなくて、誰も参加者がいなかったら町内会は解散でいいじゃないですかみたいなことね、1年間ずっとね言ってたんですよ。もう会長とは思えないようなね町内会不要論をずっと訴えかけてたんですけども、そこに共感してくださった方で、私に興味を持ってくださって、たまに私のね家とかにも来てくれたらしいんですけども、駐車場にトランザムナイト2000があるのをねずっと見て、やっぱりこう遠くからね憧れてくれてたんですよね。すごいなみたいな感じで。で、私の家が一括で買ったローンもない家だってことも、ご存知でですね、YouTube も見てくださったりとかしてたみたいなんですよ。で、今この映像も見てるかもしれませんけどね。それで、私ね、YouTube でお話してる通り、別に出勤してるわけじゃないんですよね。要するに、そのお二人の方から見ると、こういう暮らしが40代遅れたらいいなと思うようなモデルだったんですよ。で、すごいなと思ってるところに、セルショーがガーッと帰ってきてね、新しい車来たぞ、なんだこれはとか。で、今車検でナイト2000がありませんから、あれをさすがにやめて、で、代わりにこっちにしたのかなと思って、いろいろと聞きに来たんですってことを言われてたんですよね。でもね、その辺は多分 YouTube 見てらっしゃらなかったのかなと。忙しいっていうかね、本当仕事を一生懸命やらないと月収が下がっちゃいますんで、私の動画をねいつも見てるわけではないと思うんで、来てくれた時にちょっとお話したのは、違うんですよと。ナイト2000はちょっと車検がねまだまだかかりそうなんで、多分9月ぐらいにしか帰ってこないんじゃないかなというふうに申し上げて、というと、これはこのセルシオは何なんですかって言ったら、いや、プラス1台で買ったんですとですんで、ベルファイアがあって、トランザムがあって、で、セルシオが新しく入って、軽自動車も1台だと、4台今ね私抱えてるんですよと。で、今任意保険の契約が終わったんで、初めて乗ってみましたみたいなこと言ったらね、じゃあ保険も4台分入ってるんですかって言ったら、それは当たり前ですから、そうですよって言ったら、で、
税金とかは同じ年にバッと来るわけですよね。まあ10万円前後が3発ぐらい来るわけなんですよ。で、軽自動車はまあ安いんでね、2000円かそのぐらいだと思いますけども。で、まあ原付もあるんですけども、それも1000円ですからね、ものどうってことないんですけども。でもトータルで、やっぱりこう10万円前後のがバサバサバサっとね、1年間で来るし、で、ガソリン代も当然、燃費のいい車なんて1台もないということでね、もう、すごい感じなんですよね。まあそれだけ見てもちょっとびっくりされるとは思うんですけども、まあ初めてねそのお二人の方とじっくりお話しすることができて、プラス今子供もこれからどん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 お金がかかり始める時で、インターナショナルキンダーガーデンね、幼稚園行ってると年間で100万以上、だいたい150万ぐらいかかるんですよね。でそれがこれから5年ぐらい、キンダーガーデン行きますんで、まあ1000万近いかなというところなんですよね。で小学校はまあ私立のそのなんですかね、キンダーガーデンが推薦してる、まあ、特別なもうなんですかね、中高一貫で授業は全部英語、校内は全部英語みたいなね、そんな環境のところに入るんで、ますますねお金もかかるんですけども、まあ、それも見通しがあって私もやってますんでね。でその上で余剰資金があるんで、車を買い足してるんですみたいなことをねお話して、別に自慢めいて話してるわけではないんですけども、そういうことがねやっぱりできるんですよと。しかも私はこの暮らし10年前は全くそんな想像もできなかったんだってことをお話したんですよね。まあ、ですんでね、手取り14万、今手取り14万だから、それをもとに5年後も10年後も計算するとそれはさすがに暗くなるけども、でも今この瞬間たまたま手取りがね14万なだけであって、別にね数年後に100万になることは十分ありえるんですよ。でなんでそれが起きえないかっていうと、そっちに向かっていかないからなんですよね。でまずは自分の手取り、ね、月収14万、10万なら10万、これから永遠に続くって思い込みをなくすことなんですよ。それはなんで月収が14万なのかっていうと、そういうふうな収入源を自分で守り続けてるからですよね。で月収14万を落とす方法もあるわけですよ。それはもうちょっとね、収入の月収の低い仕事を探せばいいわけですから。で逆に月収の高い仕事を探してもいいんですよ。でこの仕事の探し方なんですけども、必ずしも就職しないと仕事ができないってことではないですよね、当たり前のように。だから就職情報誌とかハローワークって選択肢のそのいわゆる常識の外に仕事を求めていくとかね、収入源を求めていくっていうのがまずは第一歩ですね。そんなことなかなかうまくいかないよって言いますけども、いやなかなかうまくいかないのは手取り14万の方ですよと。14万で手取りもらってて何がうまくいくんですかっていう話をね、そっからねちょっと厳しめにね1時間ほどしたんですよ。でも最後の方はちょっと涙潤んでたような感じでね、なんかおむつそこに置いたままに1時間ぐらい、夏の炎天下の中ね、炎天下って言っても夕方4時ぐらいだったんでそんな暑くはなかったんですけども、まあでもね汗だらだら流しながらね私も話してると、そのお二人の方の汗の中にねちょっと涙がにじんでいたかなと。それはなんか悔しさであるのか、それともこれからの考え方とかいろいろと情に訴えかけた部分もありますんでね。で最後に言うのは、こんなにね身近にそんなことができた人がいるっていうのだけでも励みになりますということで、やっぱりね吉田さん、私はこう思うんですよ。ちょうど小野沢さんとのやり取りの中でも言ってたんですけども、こうなりたいっていうふうな大人になれば子供たちもああなりたいっていうふうに思ってくれる。要するに憧れの大人が近所にいれば自分でもできるんだって自信を持つはずなんですよね。まあ、でも諦めている大人ばかりが40代50代がこの世の中に増えてるとどうなるかと。腐った40代50代ね、もう腐りきって、腐るっていうのは性格が悪いってわけじゃなくて、もうねやる気なくしちゃったっていうのが腐ったっていうことですよね。もうダメだ、どうせダメなんだ俺なんてみたいなね、どうせこの世の中は上級国民が動かしてるんだっていうふうに腐ってしまって、チャレンジをもうしなくなっちゃった、でもう引きこもっちゃったりとかね、精神的に折れちゃったみたいな40代50代ばかりを子供たちが見ると、やっぱ大人になってもろくなことないなみたいになって早めに腐っちゃうと思うんですよね。まあでも自由に暮らしていて、うちのお父さんお母さんは一日中仕事でいないのに、なんであそこのお宅のお父さんお母さんはいつも家にいて子供たちと遊んでいるんだろうと。そして思い思いのままにドライブ行ったり、車なんて何台もあるから乗り換えたりとかね、かっこいいなみたいなね、白い車もあれば黒い車もあって、赤い車もあってみたいなね、子供たちは特にね他のうちの人が持ってるものと自分のうちに与えられているものを比較しがちですから、その時にやっぱうちの家最高だなっていうふうにまず物質的に余裕を持つことで、物質的に余裕が持てないんだったら精神的な余裕を子供たちに植え付けていかないといけないのに、
まあ、結局大人がねそれができてないんですよね。お父さんお母さんが精神的な余裕も与えてないんですよ。うちはね確かにそういうものはないだろう、でもお前のことを愛しているよとかね大事にしているよっていうふうになってないと。まあ、 子供たちと関わるとね、なんかお父さんお母さんとの関係がうまくいってないっていうことも、もう私の見える範囲でですけどね聞いたりするとちょっとね残念ですよね。私よりも早く子育てに乗り出した近所の方がなんかね5歳10歳ぐらいのお子さんに対してそう思われていると思うと、まあ誰もが子供なら思うことなのかもしれませんけどもね、私も自分の身を引き締める思いですね。どういうふうにこれから子供と接していけばいいのかとかね、どういうふうな、うちの家に生まれてよかったねってアドバンテージを考えさすのか、それでいて他の家の子供たちをなんかバカにしないような尊重できるようなね人格者に育て上げるべきなのかとかね、まあ様々考えてそういうこともちょっとお話したんですよ。さあそれでねそろそろ動画の方をまとめていきますけども、手取り14万はかつてそういう時もあったっていうことに一刻も早くなってね、もしお金が原因でできないことがあるんだったら、じゃあお金の問題をまず解決しましょうってことなんですよ。じゃあお金の問題をまず解決しようと思ったらですよ、じゃあ当然ですけども単価の安い仕事をやっちゃダメですよ。で単価の高い仕事をやろうと思ったら単価の高い仕事ができる自分構築をしないといけないですよね。だから自分のバージョンアップしなければ、いくらパソコンをね何がいいですかとかね、カメラどこにしましょうかって全く意味がないんですよ。そもそも吉田さんも言われてましたけども、立派なカメラとマイク買いました、でも自分が動画を撮って発信しない、そういう習慣のまんまで買っても何の意味もないですよ。いいものを買ったらその気になるんだみたいな人もいるんで、そこはね完全には否定できないんですけども、まあねいいものを買わないとやる気にならない人っていうのは、だっていいものはね常にあるわけですよ。もっともっといいのがね最新版が出てるわけですよ。じゃあそれを買い続けてね、出費だけ多くって借金抱えて、まあいつものパターンですよね。でこれが商品とかじゃなくて情報商材だって同じでしょ。ノウハウコレクターって自称されてる方って、最新のビジネスですみたいな、そんなね LINE のメッセージが入ってくると買うでしょ。メールマガジンでこれは最新のノウハウですとか言ったら買うでしょ。いらないそういうものは。自己アフィリエイトで未だに1億円を目指せる、で昔々始まった2005年ぐらいに始まったブログのサービスでちゃんと稼げる、メールマガジンと言われるねインターネットが始まった時に一番最初に生まれたサービスはメールだと思いますけども、このメールマガジンでもちゃんとね、まあ、手取り14万どころじゃなくて140万稼げるよ。これはね、稼いできた人間は私言ってます。でも稼いでない人が、あどうせ無理だろうっていうのを稼いでない人は信じちゃうんですね。さあまとめになります。稼いできた人の経験を聞くのか、いまだに稼げてない人の考えを聞くのか、それを決めるのはあなた次第ということでございます。いってらっしゃい。